大石みのりの健康相談。今日は糖尿病です。糖尿病はインスリンの作用不足による慢性高血糖状態を言います。1型糖尿病はインスリンが分泌されない方で、15歳以下での発症が多いです。2型糖尿病はインスリン分泌低下とインスリン抵抗性によるもので、40歳以上での発症が多いです。空腹時血糖値126以上、75gGTT 2時間値200以上、随時血糖値200以上のどれかがあると糖尿病型とします。糖尿病型が日を置いて2回見られるか、糖尿病型と糖尿病症状、ヘモグロビン A1C が 6.5 以上、糖尿病網膜症のどれかが見られた場合には糖尿病と診断します。ヘモグロビン A1C はヘモグロビンにブドウ糖が結合したもので、過去1から2ヶ月の血糖値を反映します。糖尿病の治療では食事療法と運動療法を基本として行います。1型糖尿病ではインスリン自己注射と自己血糖測定を行います。2型糖尿病は糖尿病の約9割を占め、経口血糖降下薬で治療し、重症になるとインスリンを用います。